通信が途切れてしばらく経つぜ。どうなったんだ。終わったよ。イーターレギオンは消滅した。この声、お前エリカなのか。ちょっと違うかな。エリカであり、エリカじゃない。バームモンとエリカの精神データが融合した、エリカの願いから生まれた新しいエリカの姿だよ。お嬢の新しい姿。お嬢がデジモンになっちまったっつうのかよ。あれ、彼はどこに行ったの。一緒に記憶サーバーの中から飛んできたと思ったのに。君、そんなところで何してるの。全然気づかなかったよ。ああ、よっこらしょっと。どう、新しい私は。なかなかかっこいいと思わない。どうって言われても。なあ、確かに声はお嬢だし、このすっとぼけた感じはワームモンだし、こんなんあり？どうですかね、お兄ちゃん的には。すまん、ちょっと時間をくれ。うん、だよな。いきなり妹がデジモンになったらそうなるよな。それ真っ当な反応だと思うぜ、リュウジ。だな。ちょっとつうか、かなり驚きな合流の仕方だけど、これでようやくフーディエが再集合できたわけだし、細かいことは一個なしだな。待ってたぜお嬢。たく、心配かけすぎだっつうの。ああ、どんな形であれ、お前はお前だ。よく戻ったエリカ。なんだ。イーターがお嬢のサーバーに集まってる。レギオンを倒したのにエデンの侵食が止まっていない。エリカの磁場の影響がここまで伝播してしまったんだ。おいお嬢、俺たちにも分かるように説明してくれよ。イーターレギオンは膨大な記憶を持つエリカを取り込んだことで、カリスメの磁場を持ってしまったの。そしてイーターネットワークを通じて、その磁場はエレンの中の他のイーターにも拡散してしまった。彼らは磁場の統一を求めて、核であったエリカの記憶サーバーに集まっている。でもあのサーバーにはもうエリカたるものはない。イーターたちは核の代わりになるものを求めて互いを食い合い、別の何かに進化しようとするはず。別の何か。おい、なら止めた方がいいんじゃねえのか。ダメ、もう間に合わない。
これは空っぽのエリカの記憶サーバーを知るとして、仮初めのゴーストをカットしたイーターの進化体。エデン全体に根を張った虚構の木、イーターエデン。イーターエデンだって。これだよ。宿ってしまった自我がイーターを苦しめているの。エデン全体を取り込んだことで、その苦しみはさらに増したはず。エデンにはあらゆる人間の精神データが、感情や思い出がログとして蓄積されているから、何よりもイーターは帰りたがっている。本来自身があった場所に帰る。私があの子に与えてしまった二つの記憶、それは外の世界への好奇心と郷愁なんだよ。この二つは全く違うようで同じもの。狭い世界を飛び出して知らない世界を見てみたい。そして懐かしい場所に帰りたい。あの子もそう思ってる。私がそうだったのに。あれも一つのエリカの姿。エリカから進化した私と何も変わらない。それを俺たちは倒しちまうしかねえのか。私は倒したい。エデンを取り戻すためだけじゃない。あの子を驚いたところに返してあげたい。たとえそれが私のエゴでしかないとしても、もう侵食はエデン全てに及んでいる。もはやこの電脳空間そのものが相手だよ。それでも戦う意志はある。今更そんなこと聞くなよ、お嬢。俺たちはけじめをつけるって、それだけの理由でここに来たんだぜ。これがエゴじゃなくてなんだっつうんだよ。その通りだ。言っただろ、どんなわがままでも聞いてやると。君はどうしたの？それなら最後まで付き合ってもらうよ、エリカのわがままに。行きたい。Good, I get a real final battle now. Hopefully this doesn't disappoint me. デジタルバウルド。これを使おう。デジタルワールド。ふん。Thank you.
私に任せて。イーター、ごめんね。私のせいで、あなたまで苦しめてしまって。でも、もう終わりにしよう。すぐにあなたを返してあげる。今だよ、みんな。行きたい。So, what, they just recycled the fight?無理は禁物だ。これを使おう。無理は禁物だ。What was that about? これを使おう。これを使おう。
使おう。デジタルワールド。おお、なんとかなったね。これは？おい、周り見てみろよ。エデンが元に戻ってる。よっしゃー、やったんだな俺たち。これでフーディーに。まあ、お嬢はデジモンになっちまったけど、なんとかなる、いいよな。今ならお嬢だって、現実世界に来られるわけだし。俺たち、揃ってフーディエに帰るんだよな。エリカ？なんだ？世界の改変が始まるの。改変？何を言っているんだ。私は、エリカは、イーターネットワークの中で、ある戦いを見たの。遠い場所で、選ばれし者たちによって、世界が救われ、判定が下された。彼らの戦いの結果、世界は書き換えられる。デジモンと、人間が出会わなかった世界へ。は？なんだよそれ。つまり俺たちはどうなるんだ。わからない。でも多分私は人間に戻る。そういう奇跡がこれから世界中に降り注ぐの。本当か？それはやったな。それじゃ改変とやらは大歓迎じゃねえかな。でも、変わらないものもある。エリカは、その一つ。エリカが病気や、何らかの原因で、死を迎える未来は、きっと変わらない。あ！エリカはまた、そういう役回りなんだよ。この世界は不平等で、だからこそ、奇跡も存在する。私は、選ばなくちゃいけない。今すぐに、世界の改変にエリカが飲み込まれる前に。エリカ、何を言っているんだ。助けに来てくれて、嬉しかった。私の姿は、私たちだけが起こした奇跡。たとえこれから何が起こっても、それだけは忘れないでね。それから、さよなら。な！エリカ！ま！みんな、大好きだよ。最後の言葉、聞こえたかな？聞こえたよ、きっと。